これから敬語を勉強します。敬語というのは目上の人に使う言葉です。敬語の中には尊敬語と謙譲語と丁寧語があります。49課では尊敬語を勉強しましょう。実は敬語は日本人にとっても難しいものです。だから初級の皆さんはまずこれから紹介する20個のフレーズを覚えてください。一緒に頑張りましょう。最初は8つの特別な尊敬語です。します、なさいます、します、なさいます、います、いらっしゃいます、います、いらっしゃいます、行きます、いらっしゃいます、行きます、いらっしゃいます、見ます、ご覧になります、見ます、ご覧になります、言います、おっしゃいます、言います、おっしゃいます、食べます、召し上がります、食べます、召し上がります、飲みます、召し上がります、飲みます、召し上がります、知っていますか？ご存知ですか？知っていますか？ご存知ですか？今、何の仕事をなさっていますか？今、日本語を教えています。今、どこにいらっしゃいますか？はい、今、事務所にいます。出身はどちらですか？出身は神戸です。へー。島川先生は神戸にいらっしゃったことがありますか？まだないんですよ。そうですか。行きたいな。サムライちゃんの新しい動画、もうご覧になりましたか？あ、見ました。面白かったですね。うんうんうん、これやりましたか？あ、はい、やりました。失礼ですね。うん。はい。頑張って。はい。先生。はい。うん先生、さっき何とおっしゃっていましたか？あ、昨日の仕事を終わったかって聞いてました。そうですか。島川先生はフォーを召し上がったことがありますか？うん、ありますよ。もういろんな店で食べました。あ、仕事終わりました。あ、お疲れ様です。島川先生、お水召し上がりますか？はい、飲みます。ありがとうございます。島川先生、うん、サムライちゃんをご存知ですか？いや、知りません。誰ですか？次は2つの受け身系の尊敬語です。帰りましたか？帰られましたか？帰りましたか？帰られましたか？思いますか？思われますか？思いますか？思われますか？はい、ゆかさん、お疲れ様です。お先に。はい。あれ、社長、もう帰られましたか？はい、もう帰られました。ゆか先生、ベトナムについてどう思われますか？うん、暑い国ですね。次はおになります。一つだけです。決まりましたか？お決まりになりましたか？決まりましたか？お決まりになりましたか？すみません。はい。もうお決まりになりましたか？はい。とりあえず水一本ください。はい、水ですね。かしこまりました。お待たせしました。ありがとうございます。次はおくださいです。座ってください。お座りください。おかけください。座ってください。お座りください。おかけください。入ってください。お入りください。入ってください。お入りください。待ってください。お待ちください。待ってください。お待ちください。取ってください。お取りください。取ってください。お取りください。どうぞおかけください。あ、すいません。
どうぞお座りください。どうぞお入りください。あ、失礼します。すみません。はい、水一本ください。はい、少々お持ちください。先生、はい、これ1枚もらってもいいですか。はい、どうぞご自由にお取りください。あ、すみません。じゃあ、もらいます。次は、5くださいです。検討してください。ご検討ください。検討してください。ご検討ください。連絡してください。ご連絡ください。連絡してください。ご連絡ください。協力してください。ご協力ください。協力してください。ご協力ください。ぜひ、ご検討ください。はい、わかりました。また、何か質問があればご連絡ください。はい。アンケートにご協力ください。あ、すみません。アンケートにご協力いただけますか？あ、いいですよ。最後は、お、ですか？持っていますか？お持ちですか？持っていますか？お持ちですか？考えていますか？お考えですか？考えていますか？お考えですか？車はお持ちですか？あ、はい、1台持ってます。日本の政治についてどうお考えですか？します、なさいます、います、いらっしゃいます、行きます、いらっしゃいます、見ます、ご覧になります、言います、おっしゃいます、食べます、召し上がります、飲みます、召し上がります。知っていますか？ご存知ですか？帰りましたか？帰られましたか？思いますか？思われますか？決まりましたか？お決まりになりましたか？座ってください。お座りください。おかけください。入ってください。お入りください。待ってください。お待ちください。取ってください。お取りください。検討してください。ご検討ください。連絡してください。ご連絡ください。協力してください。ご協力ください。持っていますか？お持ちですか？考えていますか？お考えですか？終わりました。ご清聴どうもありがとうございました。何かご意見やご質問はございますか？ぜひコメントしてください。じゃあねー。 Cùng đón chờ diện mạo mới của Dũng Mori。 Chạm vào là học。 Tính tiến độ học。 Flashcard Kanji。Luyện nghe ngay ở bài tập. Xem tài liệu dễ dàng hơn. Check thông báo đơn giản. Chat trực tiếp với Dũng Modi nhanh chóng. Dũng Modi học mọi lúc, mọi nơi.